こんにちは。私は戦国ゲーミングでエイリッシュプレイヤーオットキーと名前の選手です。今度 LJL 決勝が終わってから韓国にちょっと戻ってちゃんと休んでいるんで、今はポモスのケンジさんとインタビューをしています。このサーモンシーズンはもう有名なプレンクサンスも来て、プーマンとコーチも来たけど、ちょっと残念な結果で、ちょっとファンの皆さんにちょっとごめんな結果だけど、次のシーズンで一本でプレイしたらもっとちゃんとした結果で、うまいなプレイで見せてあげるから、ちゃんと次の指示もお願いします。今度のデトネーションポカスミ、去年の指示よりうまいだと思うし、今度のプレイインステージも絶対に勝って16まで入るんだと信じるから、うまくしてちょっと勝ってほしいです。サモアシーズンの自分のプレイは5点くらいかな。5点。理由はスプリングシーズンみたいにちゃんとエイリッシュを育て勝ち合いもできなかったし、ライン戦からも勝ちぬライン戦がそんなになかったから、ちょっと足りなかったと思います。次は絶対に優勝を目指して絶対デトネーションを倒せて優勝を目指します。オチの戦国メインはどんなチームより楽しいし面白いなチームですよ。 Twitch とかね、ストリーミングで見るのより会場で見るのがもっと楽しいから、絶対に会場で見たらそのチームを応援したいなと絶対思います。今度はデトネーションポカスミが WCS へ行ったけど、次は絶対に私たちのチームがワールズに行けるように頑張るから、今シーズンより次のシーズンをもっと応援お願いします。ありがとうございます。